中年オタッキーです。大型連休も終わったのかな、今日はね、このカメラのね紹介をしていくんですけども、その前にねちょっとあのいただき物がありましたんで、あのハンドルネームズボラさんからね結構のいただき物をしました。まずはねちょっと半分ぐらいになってるらしいんですけど、この長巻きのフィルムですね。この中にあのフィルムが入ってます。アリスタエデュっていうねウルトラ200っていうフィルムですね。これ使ったことなかったんでね、中身はなんかパマパンの200らしいんですけども、どっちも使ったことないんでかなり嬉しいですね。あとねもう結構今となっては結構希少価値出てるのかな。これね、記録用100が2本、あとねすごく嬉しい、これ使おうと思ってたね、ローのね、カラーネガ100ですね、これを1本と、あとねあのこのストラップをいただいたんですよ。これニコンのねデジタルのストラップいただきました。これ新品ですね、全然使ってないと思います。で D100 はね以前ねプロストラップをねつけてたんですよ。ちょっとボロですけど、でこっちデジタルなんでデジタルをこっちにやって、であの前回仕入れたこのニコンの F2 フォトミックにプロストラップを移植しました。こんな感じでかなり有効に使えるものをねいただいてね、ありがとうございます。それとね極めつけなんですけど、これマウントアダプターなんですね。これ何に使うかっつうと、これに使うマウントアダプターなんですね。片っぽがねニコン F のレンズが F マウントのレンズ、で片一方が M42 マウントかな、これ M42 マウントになるかな、ペンタックスの、レンズとかがつくようになる、これレンズがね1本しかなかったんで、それにねその普通のフルサイズ一眼の、レンズをね移植できるマウントアダプターをいただきました。これでいろいろね遊べるようになります。非常にねあの有意義なねあのプレゼントをいただきました。本当にねズボラさんありがとうございます。現像データアリスタエデューのね現像データもねつけていただいてね、早速ね試写に取り掛かろうと思ってるんですけどね、どのカメラで行こうか悩んでます。あとこの記録用フィルムも持ってなかったんですけど、あとこのロモのカラーフィルム、それとねおしゃれなたかしたかこさんからコダックのね、カラープラス200も送っていただきまして、僕はコダックゴールド200しか持ってなかったんで、このカラーネガ4本比較っていうね、企画をやろうと思います。同じレンズちょっとね使い回しになるんですけど、同じレンズ3本しか構成持ってないんで、ミノルタのね AF3570 で、フィルム4本のねあの同じ被写体同じ絞り同じシャッタースピードでね、取り比べとかしていこうと思います。はい、で今日は本題に戻ります。こちらですね、こちらもいただき物になるんですけど今日はいただき物だらけだ。ミノルタの、α7000 の紹介をしてまいります。はい、このね α7000 なんですけども、まさしくねこれあの α7000 のね巻き絵レンズ的なレンズ、AF3570 がついてるんですけどね、1985年にね発売された、まああの AF 本格 AF カメラとしてはおそらくね世界最初のカメラであろうということですね。電池はね単三電池が使えたり単四電池が使えたり日課度電池が使えたりでいろんな、これは単三電池なんですけど電池パックを選べたみたいですね。ボディで8万8000円で、
ね、なんかいろんな賞をなんか総なめしたっぽいですよ。カメラグランプリ85、インターカメラ国際賞、ヨーロピアンカメラオブザイヤー85受賞。健康時奈さんのホームページでは世界初の本格的 35mmAF-SLR カメラとなっています。で同時期に発売されたカメラで、ニコンのね F501 とか、その前にもねニコン F3AF っていうのがあったんですね。でキャノンの方もあると T80 っていうカメラをね出してるんですけども、このミノルタのね α7000 に惨敗、したということで、実用度的にもねその AF の速度が十分であるということと、カメラ自体もねちょっと画期的なものなんですね。まあ私そのリアル世代なんでよく覚えてるんですけども、オートフォーカスなんか邪道だってみんな結構言ってたんですけど、一人ね写真部の先輩が買ったらおーって感じになりましたもんね。なんせねオートフォーカスがねまあ、当時のレベルですけどやっぱ早かったです。ちょっと近すぎるかちょ以前ね、やっぱ早いね、この暗さでね、ニコン F501 もテストしましたけど、やっぱなかなかピントが合わない、合わない、ようやく合ったとか言ってましたけど、こいつはね、やっぱスッと合いますね。で T80、キャノンの T80 はちょっと触ったことがないんでわからないんですけど、あとニコンのね F3AF っていうのもやっぱりねAF の速度も遅いですし、専用のレンズしか使えない、2本ぐらいしかないかな、ということでね、これはもうその初めてねその専用の、オートフォーカスのレンズをずらずらっとね揃えて、出してきたんですね。でミノルタのアルファショックっていうのになりまして、ミノルタはカメラのその一眼レフカメラのシェア3位か4位だったのがいきなり1位になったんですね。もう爆発的に売れて、もうキャノンもニコンももう大慌てしたという、時代があったんです。でこのカメラねオートフォーカスがね速いとかそれだけじゃないんですね。システムが画期的だったんです。もう軍艦部を見ればわかるんですけどね、もうねボタンしかありません。これねまあ、ちょうど今ニコンの、F2 がありますけど、まあ、その当時のねカメラってのはこういうその旧来のねそのこうカチカチカチとね合わすやつでレンズで、絞りを合わせる、これが当たり前だったんですね。まあ言うたら60年代レンジファインダーから入れたらもっともっとかな、ものすごい昔から、脈々と受け継いだものをずっと使ってたと。でもうまあキャノンが T シリーズを出して、ちょっと時代は変わってきたといえば変わってきたんですけども、このようにね完璧にもボタンだけと。でミノルタの以前紹介したα9XI とか α7XI の時も言ったんですけど、プログラムシフトが使えると。これ基本的にねもうプログラムで撮るのが楽なんですけど、こうシャッターそのピント合わせてデータを見た時に、シャッタースピードとか絞りが自分の意図するものでなかった場合ですね、このボタンでねコントロールできるんですね。プログラムシフトができるんです。で自分のね好みの露出値に合わせてね、数値を変えれるということで、結構ね圧倒的に画期的なカメラだったんですね。でオートフォーカスが早いっていうこともあってバカ売れして、今までのカメラをね全部お蔵入りにするぐらいの勢いということになったんですね。まあ現在ねそのミノルタのねカメラの開発陣は、ソニーさんがねみんな引き受けたってことなんですけども、その現在ソニーさんが結構な勢いで暴れ回ってますけど、その時とまあその時
このミノルタのね、そのアルファ7000のアルファショックに比べたらソニーの、勢いはおとなしいっていう感じなんですけど、まあ似たような感じのね、カルチャーショックを受けたような、時代だったんですね。で、今ついてるね、この、AF の3570なんですけど、あのミノルタのアルファ7000が爆発的に売れて、で電子カメラなんでそろそろ寿命を迎えてるっていうことで、このレンズだけが余ってきてももう本当に安くなってるんですね。で今から作例を紹介していきますけども、以前もね撮ってあの作例紹介しましたけど、このレンズが非常にいいんですね。ちょっといろいろ撮ってますけど、逆光ではちょっともう一つ、の写りにはなってますけども、これ本当にズームレンズかっていうぐらいね、あのシャープな写りになってます。で、まあ現代のね AF レンズに比べるとやっぱオートフォーカスは遅いんですけどもね、あのマクロが使えてね、いろいろ楽しめるんでね、これ大体ねそのハードオフとかでねあったらもう500円ぐらいで売ってるレンズですし、意外とカビてないレンズが多いですよ。まあカビてるレンズもあるんでしょうけど、意外とカビが来てないやつが多いんでね、あの、ミノルタのねボディもしくはそのソニーのねボディとか、マウントアダプターとか持ってる方はねぜひ一度使ってみたらいいと思いますね。で、アルファ7000はねもう状態が悪いものがすごく多くて、入手が結構困難になってきてます。これもねあのライカ Q さんからねあのいただいたカメラになるんですけども、やはりねあのいただいた時はすごい状態が良かったんですけども、限界が来てたみたいでラバーグリップが落ちてね、これラバーグリップはねゴムで貼ってあります。でカメラ自体もね動いてくれて本当に良かったんですけどね、僕もあのアルファ7000ねあの生で使ったことがなかったんで、ぜひねその世界初のね本格 AF カメラっていうのを使ってみたいなと思って、以前ねその1円で落札して送られてきて、何度も言いますけど臭い匂いを出して、基板が焼けて終わったカメラ、あれでちょっと残念だなと思ったらねライカ Q さんが送っていただいたんでね、試すことができました。で、アルファ7とかアルファ9とかにも通ずるものがありまして、露出制御もね非常に正確ですし、現在使ってもね、まあ現在のカメラに比べれば AF がものすごく遅いんですけど、そんなにね違和感なく使えるカメラでありました。はい、今日のねカメラ紹介はこんな感じになります。アルファ7000ね、まあ僕と同年代だったら結構使ったことあるっていう人も多いと思うんですけども、僕より一つ前の世代が、A1 とかのね、あれ時代になってくるのがちょっと前の世代ですね。4、5歳前か。一世代も前じゃないな。で、僕らと同世代はね、だいたいアルファ7000とかの時代になってくると思うんですけども、オートフォーカスのね、時代のね、先駆けを作ったっていうことでね、まあ、歴史的なカメラではありますね。使えて幸運でした。本当に嬉しく思います。はい、今日のカメラ紹介はこんな感じです。それではね、いつものね、作品紹介のコーナーになってまいります。はい、視聴者様のね作品投稿のコーナーですね。トップバッターはねヤフーコング、別名桃色山梨さんの作品で、タイトルが脇道、カメラがねコーア SER、レンズコーア 50mmF2、フィルムは富士業務用100ということですけども、かなりマニアックなカメラで撮られてますけど、これいい、なかなかいい写りしてますね。シャープです。露出もきっちり合っておりますね。発色もなかなかいいと思います。これ珍しいカメラなんですけどね、なんかコーア SER ってねこういうカメラらしいんですけども、ちょっと僕知らないんですけどね、露出系は内蔵で、多分これ CDS の露出系がついてるっぽいですね。シャッタースピードは500分の1秒ぐらいまでしかないみたいです。
変わったカメラをお持ちですね。ちょっと触ってみたい気もしますが、どっかで見つけたら触ってみようかな。はい、ヤフコング桃色山梨さん、ありがとうございます。次がね、野良旅人さんの作品、2枚ですね。1枚目のタイトルがソイヤー、2枚目がね、お祭り最高ということで、1枚目がね、ソニー α7R3、ソニー FE24 から 240mm、F3.5 から 6.3、 2枚目がね、ミノルタ XT、MD6 コール 50mm F1.4、 富士カラー400で撮られているということです。写真なんですけどもね、これあの1枚目のね、おみこしをね、下から見事なね、あの大胆な構図でね、切り取ってますね。まあ、なんか勢いを感じるね、写真になってます。2枚目はこのね、ミノルタのレンズでね、この赤い発色がね、ものすごい、で、スローシャッターを切ってるんですけど、その太鼓を叩いてるとね、あの腕がブレてるんで、スローシャッターを切ってるんですけど、他がブレてないという、なかなかの撮影技術で撮られておりますね。これの作品が素晴らしいですね。はい、野良旅人さん、ありがとうございます。次の作品が、ケビン・リーさんかな、の作品で、タイトルが、コロナ前の喧騒 in 浜松町隅田川ということで、これちょっと組写真になってしまいますね。カメラがミノルタ α7XY、 ちょうどこの間紹介した、カメラですね。レンズがね、 F28105、富士業務用フィルムで、100で撮ってるということですね。これ2枚ともそうなんですけどね、ネガのね、ネガフィルムのね、ラチチュードの広さをね、活かしてね、その光の強弱の強い場面にとって非常に印象的な写真になってますね。レンズのね、出来もなかなか、28105って普及レンズでしょうけど、なかなかですね。やっぱミノルタはね、あの普及レンズでもね、結構いい写りをするっていうね、有名ですけども、なかなかのいい写りになってますね。はい、ケビン D さん、ありがとうございます。次がね、サムライジャパンさんの作品ですね。2枚、どちらもね、縦構図になるのかな、これ。あれどこ行った、タイトルが、1枚目がね、駅ビルの朝、2枚目がね、配管と影ということで、1枚目はね、オリンパス 35RC、富士クロームプロビア100、2枚目がね、キャノンデミ EE17、富士クロームプロビア100で撮られていることです。2枚ともね、やはりね、光と影の使い方、サムライジャパンさん非常にうまいですね。特にね、お気に入りなのが2枚目、配管と影の方なんですけどもね、これハーフですよ。これハーフでこれですからね、非常に、印象的な写真になってますね。その、差し込んだ光でね、配管を撮ってるということでね、サムライジャパンさんやりますね。はい、サムライジャパンさん、ありがとうございます。1、2、3、4、もう一人紹介、落合さんの作品ですね。これか、さっぱりとした月の写真をどうぞご覧くださいということで、タイトル上限の月月齢 8.4、オリンパス EM53 M 随行デジタル75から300、 F4.8 から 6.72、 ISO400、 300mm、 F6.7、 320分の1手持ちということで、どうにもね、こんなに綺麗なね、月をね、よく撮れないんですけどね、なんでこんなに上手って、落合さんね、天体写真は得意中の得意ということで、他にもね、ちょっとあの夜のね、写真を投稿されることが多いんですけどね、上手に撮られても素晴らしいね、写真になっておりますね。落合さん、ありがとうございます。今日のところもね、ちょっとあの5名様の紹介に、なっておりますが、ちょっとね、待機者がかなり出ておるんですけども、ちょっと、処理能力的にね、ちょっと限界をね、超えつつあるんですが、ちょっともっと動画をね、本数も作って、たくさん紹介したいところですけどね。はい、今日の投稿
作品とのコーナーはここまで、次は俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、最初はね、369モノクローマンさん、ちょっとね、作品、見落としてて飛び抜かしてました。369モノクローマンさん、大変失礼しました。俺のカメラ2回目、前より映えるように頑張りましたということですけども、これ、このカメラは、マミヤ6、ですね、スプリングカメラ、なかなかね、マニアックな、ツアイスイコンと、もう1台はこれなんだ、F3 か、ニコン F3 ですね。これ3台並んで吊るしてある写真ね、なかなかね、あの微笑ましい写真になっておりますね。1枚目マミヤ6、645と66の切り替えできる中盤ね、コンパクトで旅や中田が重宝します。そこそこフリカメラの割には結構映る。シャッター速度301マックスなので ISO 100以下が得意ですってことですね。最近知れた腰なせツアイス M マウントで絞り優先もついてて2000分の1。へー、そうなんですね。ボディがツアイスイコンで、レンズが腰なせツアイスということですかね。ツアイスもね、いろんな、ライセンス生産でね、いろんなところで作っておりますけどもね。ライカ M6 より安くて高性能、ファインダー M3 より見やすい。電池が切れたらシャッターが切れないのが難点ということで。この時代のマミヤ6はいろいろ種類があるので、自分は、切り替えがついてました。ラッキーということで。たまたま切り替えがついてました。ラッキーということですね。はい、モノクロマさん、369モノクロマさん、本当にありがとうございます。大変失礼しました。次が、サムライジャパンさんの俺のカメラ。ペンタックス K1000SE。これ結構珍しいカメラじゃないかな。SPKM の流れを組むね、ベーシックな機械式フルマニュアル機。20年ほど前に SP と一緒に中古で同じ店で買いました。後期型はプラボディですが、これは金属製なんで重いです。恥ずかしながらガラケー、なぜガラケーで撮影なんですか。で2枚目がね、高校時代にバイトして自分で買った初めての一眼レフペンタックス MX。学生時代写真部はほぼミノルタ派かキャノン派で、ペンタックスは全然いなかった。へそ曲がりの私は変えたのに、あえてキャノンもミノルタも買わずこれにしました。一昨年2回目のオーバーホールし、斜めすかしていたりながら使ってますということですね。ペンタックスの MX と言ったらね、ペンタックスはね、SP とかね、そういうシリーズが、一段落した後にね、K シリーズっていうのを出すんですけども、ヒロンさんがね、動画で紹介してますけど、K シリーズはなんかね、でっかくて売れなかったっていうことでね、M シリーズっていうのを出して、当時のね、オリンパスが OM シリーズっていうのを出して、コンパクト化でね、挑んできたんで、ペンタックスもね、そのコンパクトなカメラを出してて、戦っていくっていう感じで、なんかコンパクト化のね、その競争の時代があったみたいですね。ニコンとかからもね、結構コンパクトなカメラ出てましたけど、キャノンはそこまでコンパクトな一眼はなかったんじゃない、独自路線で行ったのかな。そんな感じのね、時代背景の、カメラでありますね。サムライジャパンさん、ありがとうございます。今日の動画はこんな感じで、なんだっけ、やったやっちまったのコーナーはちょっとお休みになります。で次のね、動画はいよいよ、こいつのね、作品紹介になってます。この間ね、なんだっけ、開封動画でね、紹介した、ニコン F2 フォトミックですけども、まあ結構ね、いろいろやりました。シャッター速度センサーを使ってセンサーで、測定したりもしましたけど、その前の段階で写真を撮ってます。肉眼で見てね、感覚で、シャッター速度を調整して、で試写してまいりました。それ、第1段階の試写ということですね。ケント・メア100でね、写真撮ってきてまして、もうね、写真は仕上がってスキャンも済んでるんですけど、
まだね、ちょっとデータの転送が終わってなくて、ちょっと動画を作るのはもうちょっと後になりますけども、次の動画は、このニコン F2 フォトミックの、作例を、紹介していこうと思います。はい、今日の動画はここまでですね。まだね、チャンネル登録の、まだの方は、ここにね、チャンネル登録ボタン出てきますんで、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。また、いいねボタンをね、押していただければね、動画がシェアされやすくなりますんで、ぜひいいねボタンを押してください。次の動画までね、またちょっと、時間空きますけど、お待ちください。今日の動画はここまで、次の動画お待ちください。最後まで見ていただきありがとうございました。またごきげんよう。さよなら。